皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、9月の3日、12時35分、佳子様へのメッセージですけども、まあ、昨日の件は昨日動画で公開してお伝えしてますけども、まあ、もう少し詳細を言うと、佳子様だと思われる人物に声をかけるときに声が違うで、まあ、小声で死ねと僕はこう言ってるんですね。で、昔もそのパターンがあったと思うんですよ。で、佳子様の返答、まあ、秋篠宮佳子様ですかということを、聞いたときにですね、はい、違いますっていう返答なんですよ。で、声のことを言ってるのか、はいの部分が秋篠宮佳子ということで、返答しているのか、その違いますの部分が声なのかとか、そのイヤホンをつけていて喋っていたと思うんですよ。で、誰かとその電話をしていたのかが何なのかちょっとよくわからないんですけども、それかまあ動画に向かって何か言っていたのか、その辺のところは僕の方では判断できないんですが、その人と話してる時に、例えば他の人に声をかけられたりした時に、みんな言い方間違えたりするじゃないですか。その、やっぱり顔を見る限りでは、その、まあ、いろんな顔のバージョンは今までありましたけども、佳子様そっくりであると。で、その若い頃の顔には似てるんですけども、ただし肌は荒れていると、まあ、いう状態で、今まで起きた現象も一緒にちょっとお伝えしますね。例えば宮沢智アナウンサーという人がいましたと。で、フジテレビに昔で、まあ、そのものは、その家系をたどっていくと、宮沢喜一総理の家系の人なんですよ。インターネット上でそうなってますし、本人も、そういうことを言ってたと思います。で、そのものが、電話をかけながら、そこの、田尾寺駅の横の、有馬警察署の、少し手前の、高架下を、くぐるところで、発見したときに、僕は宮沢智さんですかっていうことを聞いたんですよ。で、その時に、宮沢智アナウンサーは携帯電話で話しながら歩いてたんですよ。で、その話してる相手に、はいはいっていう、こう返事をしてるような状態だったんですけども、まあなんかこう、無視されたような、形でしたから、僕はもうそのまま違うのかなとか、そうだ、本人だったとしても、こちらと喋る気がないのだろうなと思って通り過ぎたんですよ。で、その後、やっぱり今電話してたから、こちらの話してる内容が聞こえなかったのかなと、その淡井圭介ですがっていうことを確か名乗ってたと思うんですよ。昨日の佳子ちゃんの件、佳子様の件に関しては、その淡井圭介ですがっていうことは名乗ってないっていう部分はあります。で、ただ重要なのはここから先で、その宮沢智アナウンサーとしてテレビに出てた時と、その後僕が通り過ぎた後の顔がまるっきり別人になってるんですよ。で、その時の顔が、そのまあ C っていう声は今電波で聞こえてきてたんですけど、まあそれはコンピューターの判断で多分言ってるだけだとは思うんですけども、その僕に強制わいせつしてきた大瀬まりなという人物の顔に変わってたんですよ。で、その現象って、
その僕と会わなくてもテレビに出てる時に、まあ、言葉を言うことによって僕じゃなくてテレビ出演者の方がですよ。で、そうすることによってその犯人の顔に変わっているだとか、そういった現象って今まで何回もあるんですよ。というところで考えると、じゃあ昨日いた人物はそのどういう立場の人間なのか、その秋篠宮佳子様本人なのか、そうじゃないのかっていうところと、その結婚問題云々等を考えたりだとか、その若い頃、そのフルーツラーパークの頃は幼稚園児ぐらいでしたけども、二十歳前後の頃にもう僕に会いに来たりだとか、ここの家の中に入ってきたりだとか、そのいろんな話はしてたことは、まあ何年も前ですけどもあるんです。実際会って話をしていたっていうところで、でそれプラスその未来の時間軸からの声がけで、例えば29歳の、誕生日の動画の着物姿のところで、まあ淡井圭介ですが、初恋の人の相手は淡井圭介では、間違いないですかっていうところで、はいとか、で、好きですかって聞いたときに、はい、好きですっていうことを、はいか、好きですっていうことを、返答してます。で、その動画も2パターンがあって、その口が動いてるところとそうじゃないところ、映像加工とかその編集とか動画も後からできてしまったりするので、わからない部分があるのと、まあ、コンピューターによる加工なのかもしれませんし、まあその辺のところは分かりません。だけども、その後のはもう本当にこれははっきりしてるなっていうところで、こう昔その初恋だったことだとか、何かこう日記につけてるとか、何か証拠はあるとか、まあそういうふうなことを聞いた時に、こうその内容に合わせてこう大きく首を縦に振ったり、こう横に首を振ったりだとかで、受け答えを、まあ、してくれたりだとかしてるんですけども、まあ、その時も笑顔で、でも昨日会ったその佳子様の顔とそっくりな人物に関して、まあ、いろんな顔のパターンがあるから、これはもう本当に僕の方でも、わからないとしか言えないんですよ。この「はい違います」っていう言い方も以前何回かあったような気がするんですよ。で、まあ髪型に関しても以前、佳子様がしていた、まあ佳子ちゃんって言った方がいいのか、その人間関係云々を考えると、あんまりこうさま付けで呼ぶのも他人行儀になって、普段遭遇した時にまあ声かけにくい云々とか、これあるんですよ。分かったとしても。で、ほとんどの時は僕は認識がまずできてないんですよ、ほとんどの人では。例えば、去年のワールドベースボールクラシックの大会前に、その当時監督だった日本代表の、栗山英樹さんが、確かフルネームは栗山英樹さんだと思うんですけど、なんせもう僕の場合、対象者がものすごく数多いんで、全員が全員の名前を覚えるのってものすごく難しいんですよ。で、岡場駅の、鳥貴族という店舗がありますけども、そちらの前の信号のところで、その背広を着てる姿で、栗山さんの時は、ちゃんと一人でいて、笑顔で僕に声をかけてきてくれたんですよ。で、自分の方から笑顔で声をかけれる人って、まずいないんですよ。複数でいて、何かこう、こちらに対して、挑発行為に該当するような形で、こうからかうようにも受け止めれる、まあ、もちろん実際からかってくる人間とか今までたくさん、昔は本当にものすごい数いました、1日に。で、そのほとんどの人間が、そのただ、栗山さんの時は
どうでしたっけ、ワールドベースボールクラシックの栗山英樹っていう名前は名乗ってもらっ、栗山ですけどもって名乗ってくれたんでしたっけ。ですか、そのスポーツの勝ち負け、すごく多種多様に関わってるじゃないですか。だから昨日の晩もなかなか眠れなくて、まあ、外から変に声かけてきた人間いて、まあ、警察の方に通報して、で、その後、ホームページにはちゃんと書いてるんですけども、パラリンピック、請求かける気ないから、降りますっていうことを家の中で言って、で、まあ、何か体から離れていく感覚はあって、だから、やっぱりこう、ずっと、利用されていて、その間、電波でずっと、ごちゃ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 言われてきてるんですね。で、寝れるような環境にないと。で、ちょっと話が広がりすぎたんですけども、一応、昨日じゃなくて、訂正、今日記載した内容、ホームページ YKS 教授行きのこの1番のところをちょっと読んでもらえますか。昨日、天の神様へのお祈り、基本的に日付が変わった0時00過ぎに、天の神様への世界中の人たちの安全のお祈りをしてるんですけども、まあ、ここでも、まあ、0時00から翌朝9時までスポーツの勝ち負けには関わりませんっていうことを、民法720条制度防衛102を行使しますっていうことは記載してるんですよ。ですが、まあ、あと、それはスポーツ業界だけじゃなくて、メインはその台風とかの防災ですから、今は台風10号は消滅して、台風11号は発生し、しそうなのか、もう台風11号化してるのか、まあ、もともとの地点はフィリピンの近くなんですよ。で、今のところ、まあ、向かってる先の予想進路図が中国なんですけども、まあ、この間の台風10号に関してもすごくさまようような形で、最初は兵庫県直撃のようなコースだったんですけども、九州の方に寄っていくようなコースで流れていってますと。で、特に安全、天の神様への世界中の人の安全の意識をしたのは、特に台風11号のことを安全を意識してお祈りした後なんですけども、これスポーツの勝ち負けをテレビで、特に見てない時とかはそうなんですけども、こう、多分それに関わらされてるからだと思うんですけど、電波で聞こえてくる内容は途中で変わったりとかするんですよ。で、そこで僕は台風11号を意識してたんですけども、悠仁様の声で、秋篠宮家の、まあ、将来天皇陛下になる人です。で、まあ、一応、悠仁様との関係は、ここでもう記載してます通り、自宅に来たことあるんですよ。で、まあ、僕はもう悠仁君っていう呼ばれ方でいいからって、いいですからっていうことを、言いに来てくれたりとかはしてるんですね。で、まあ、特別連絡先があるわけでもないし、その結婚問題のことでも僕もその姉とちゃんと話をした方がいいと思うっていうことを言ってくれたりもしていて、でそれも もう今夏休み終わりましたし、今はまあこちらに来るっていうのは難しいと思うんですよ。で、その僕に言ってくれたらいいからっていうこともいいですからっていうことも、まあ、その時は僕に言ってくれたらいいからってこう勢いつけて言うような形で、まあ、それがなかったらこうあまり敬語で言うことを自分の意見を言いにくいっていう時ってあると思うんですよ。で、そういうふうな対応とかしてくれてるんですけども、その台風11号を意識した時に悠仁様の声で、まあ、これはコンピューターが言ってきてると思うんですけども、台風10号って聞こえてきてるんですよ。で、台風15号のことを考えた時に、今までの台風の発生の仕方と考えると、発生の仕方とその雨の降り方と考えますと、これ台風10号を大変気をつけておきたいところということになってくるんですが、未来からの情報の可能性ありますから。で、それと9月5日に工程が始まるわけじゃないですか。で、そこでまあ
共同訴訟人として、まあ佳子さまや眞子さまや、まあ、今は小室眞子という名前に変わってると思いますけども、まあ小室眞子さんや、小室圭さん、あとまあ悠仁さまも将来天皇陛下になるわけですから、あの若いうちに裁判に慣れておいた方がいいということで、あの悠仁さまはそういうふうに思ってます。で、あのまあ小室圭さんに関してはその法曹界、つまり法律業界の方に進んでますから、あの法律の勉強はだいぶされてるでしょうから、何か力になっていただいたりだとか、そういうことを期待しては言ってるんですけど、もしこれで例えば裁判所に誰も現れない、僕一人で裁判を進めなきゃならないで、最悪、何にも助け等もなくて、負けてしまったりだとか、一応その相手の弁護士さんの秋山さんっていう方たち2名に関しては、一応まあ覚えがあるのは覚えがあるんですよ。昔映像でなんかそれだったら我々が助けなければならないとか、まあ、その辺の話がその今までの結婚話云々だとか、その台風云々とか政府との関わり合いだとか、政治に関しても請願法による陳情の方で、だいぶ世界中と関わってると、まあ、そういうふうな分も含めて、まあ、あとはこちらがどれだけひどい目に遭ってるかっていうところで、そういうことをおっしゃられてた方の弁護士さんだと思うんです。でもしその時期的に考えた時に、その裁判って書類提出して開かれるまですごく時間かかるんですよ。基本的に例えば書類に関して提出したのは7月か6月下旬ぐらいで、法廷が始まるのが9月5日で、それから何回か、口頭弁論と、行ったりだとか、まあ、審理の仕方についてもこちらからも書類出しています。まあ、ちょっと余分に時間を見て、余裕を持って、1年ぐらいで、審理で、それから、判断、まあ、その証拠を揃えたりするのにもうだいぶちょっと難しい状況が出来上がってるんですよ。もう1台のパソコンの方に以前のそのテレビに向かって受け答えしていたそのデータとかを移していて、それとは別に SD カードを持ってるんですけども、今の新しいパソコンって、まあ、読み込み速度が早かったりするから今のその新しいパソコンに変えてるんですけども、その SD カードを差し込み口がないんですよ。だからデータが出せなくなってる。まあ一応 SD カードでそのデータに関してはその常に僕は持ち歩いてるんですが、そのパソコンも電源入れてもちゃんと稼働しないんですよ。最初のぐるぐるぐるレノボのパソコンなんですけども、で、だからその台風10号っていうのが大きな災害をもたらさないかどうかをその僕は今警鐘を鳴らしていて、まあ佳子さまの件もワンセットで、顔が別の人間が違う顔に変わってる時、じゃあその元々の顔は誰のところに行ってるんだっていうところもありますし、その顔を使ってじゃあどういうふうなことが起きてるのかっていうところもありますし、だからまあ、僕も結構顔変わってる方だと思うんですけども、まあ、今はその、まあ、ホームページ淡井圭介の履歴の一番のところの2024年9月3日のところに記載してる文章もうちょっといろいろ読んでいただきたいんです。僕はそのもうこれ意図的に言いますけども、佳子ちゃんと仲良くしたいですし、まあ、昔から仲良くしてきたはずですし、天皇家の人たちと。ただもうこれだけいろんなことがあるとやっぱり、まあ、この間のその三笠宮家の明子さんとああいうふうなことがあったと、多分
もうアキコさんで間違いないと思うんですけども、何年も前の時はその撮影をしなかったんですけども、僕から声かけてませんでしたっけ。でその一番の大元は2002年サンパレスロコ近道ぐらいの頃じゃなかったでしたっけ。でそのジョリーパスタで話をしようとしたとしても、そこで、まあ、例えば昼間の時間帯とかでしたらそれなりにお客さんが入ってますから、そのいろんな人たちがあれこれ言う状況下の中で2人で落ち着いて話できるかっていうと、これはもうそれだったらまだここの方がいいです。で、まあ、僕は会いたいのはカコちゃんであって、そのもう昨日の人物に関しても僕から見たら、あと、まあ、あとは僕の至らなかったところがあるとすれば、カコちゃんの声がすごくかすれていたんじゃないかなと思うんですよ。それは目線を外していたから電波でそういう風な声で聞かされていたのか、その脳の方へ。で、まあ、実際喋ってた声も、まあ、普段公務として丁寧な言葉で優しそうな口調で話してる、その優しそうな声とは違うんです。口調は丁寧なんですよ、敬語なんですけども、昨日そのまあ、はい違いますという返答だけでしたけども、これもなんかはい、その僕は声で声が違うっていうことを言って、でそれに、はい違いますってまず答えたようにも受け止めれるんですよ。だから昨日いたのが秋篠宮佳子様である可能性はありますし、その顔が思いっきり変わる現象を僕はもう何回も確認してますから、その実際もう僕のまあ動画ね、まあ、僕の顔はどういうふうにスポーツの勝ち負けの後変わっていたりだとか、だからそれは原因はスポーツの勝ち負けだけとは限らないと思うんですよ。その横を通り過ぎた云々のところの、その、宮沢ともアナウンサーもそうなんですけども、だからその時も宮沢ともアナウンサー顔はものすごく変わっていて、もう壁に向かってその顔を見せないようにしてたんですよ、大柱のところで。で、多分それは本当にもう撮影させてもらった方が良かったと思います。で、ここまで人間の顔変わりますからっていう、その犯人の顔、じゃあ、犯人の方に、例えば宮沢、その当時宮沢智アナウンサーはまだ30歳手前で、もうそれなりに綺麗な顔をしてたわけじゃないですか。綺麗っていう意味はその肌とかだけじゃなくて、その顔全体が、まあ、可愛いっていう表現が当てはまるのかどうか、まあ、ちょっといろいろ難しい部分はあると思うんですけども、まあ、その人もみんな顔結構変わってる時変わってますから、だから まあとにもかくにもその昨日の件に関して、もしかしたらカコちゃんはカコちゃんの方で何かあって、僕は今度今喉がかすれ声に変わってきてるんですよ。で、まあその辺のことも含めて、その2024年9月3日アクセスできるようにしましたっていうこの内容のところ、まあ見ていただきたいなと思います。これはまあマスコミの人たちも含めて、国会議員の人たちも含めて、一応まあ台風15号の件に関してこれはまあ警戒しておいた方がいいと。そのもしかしたら未来からの時間軸でコンピューター判断で被災人様の声を使って台風15号に関する警鐘を伝えてきていた可能性もあります。それと、まあ、僕のホームページの方で、まあ、月曜日は休みですっていうことをしっかりと、まあ、伝えていて、まあ、サッカーの方もそうですけども、鎌田選手も、三笘選手も、海外でプレーしてますけども、しっかりとした結果が、出てなかったりだとか、大谷翔平選手が4打数、無安打だとか、でもうこの話をし始めて頭の中も取られてます。で、ここから先が重要なのが、
テレビの報道ステーションを見てるときに、鈴木誠也選手、まあ、カブス所属ですけども、まあ、一応、まあ、もう結果出てるからと思って、背もたれ使って、まあ、座椅子に座って、見てたんですよ。で、その時もう、コンピューターの自動で、頭の中はその鈴木誠也選手の方に、まあ、これは今回が初めてじゃないんですけども、自動で行って、で、打ってる。で、その時に、まあ、彼は会うっていうことを言ってるんですけども、まあ、もうこれはプライベートとして普通に会ったりだとか、結局、まあ、悩み相談みたいな形にもなるんですけども、その会うって言った時が、僕は心の声で、正直怖いっていうことを伝えてるんですよ。そのテレビを見てる時に、そのスポーツの勝ち負けに、僕の場合はもう、たくさん関わりすぎてるどころか、もう数が本当にとにかく多すぎる。で、その大元は何かっていうと、エネルギーの残存量問題があって、で、それに関してスポーツ業界を抑制していかなければならない。少子化は、ずいぶん昔から始まっていてと。で、まあ、それはスポーツ業界だけじゃなくて、建築業界もそうですけども、余計に建物を建てすぎてる。で、エレベーターとかエスカレーターのあるような建物はもう作らないようにしようっていうことを、1998年ぐらいの頃に決まっていたのに、高速道路は作りっぱなしでしたし、高層ビルも、もう12階建てはもう高層ビルですよ。もともとはそうなんですよ。東京都とかの、ものすごく高いビルを、あんまり見すぎると、その高層ビルの基準っていうところが大きく狂ってきてしまいますので、そのエレベーターの使用によって、すごく電力は使用されるんですよ。で、人口はすごく減少してるんですから、そのエネルギーの損耗っていうもの、少なくすればいいだけでありまして、で、あと耕作放棄地とかでも、その作れるところは小麦とかを作っていれば、海外から輸入しなくても済むと。で、それは経済云々の話だけじゃなくて、エネルギーの残存の問題からなんですよ。運搬するのにガソリンとか消費されますから。ですので、まあ、そういうことを理解していただいて、まあ、農業関係の人たちも覚えていただきたいんですけども、まあ、神戸国際会館で今年6月に農業関係 その人を募集するそのまあ会と言いましょうか、まあ、説明会と言いましょうか、そういったものがあって、まあ、そちらの方に行ってみて、その、まあ、畑仕事のことに関して、まあ、いろいろ、まあ、お話ししたりだとか、他、いろんな、その、説明する場所が、こう、分かれていて、例えば、果樹園でしたっけ？ちょっとまあ、その辺のところの記憶ははっきりと覚えてないんですけど、例えば、いちごだとか、いちご農園だとか、まあ、そういうふうに、説明する場所が、こう、いろいろ区分けされていて、まあ、その、できるだけそのガソリンを使用しないで、クワとかを用いて、畑を耕すっていうような方向の話、これはどうですかというところで、あと耕作放棄地、まあ、私の方で河川の撮影をたくさんしに行ってますけども、いっぱいありますっていうところの説明とかさせていただいて、まあ、まあ、そこから先は、まあ、議員さんが決めることだからだとか、まあ、そういう話にどうしてもなってしまってるんですよ。で、ちょっと話が広がりすぎたので、今回これぐらいにしときますね。まあ、メインのところは、台風15号に関しての警戒、これも世界中に呼びかけておいた方がいいです。で、今からの段階だったら、まず問題ないんで、その内容等に関して、その、裁判がどういうふうな形で進むかわからないですよ。そこらも9月5日の時点で、どういうふうな形になったかっていうことを、すぐに報告しようとは思っています。まだ、その、スポーツの勝ち負けの証拠の、まあ、DVD だとか、まあ、SD カードっていうものは提出できてないんですよ。
で、それもUSB メモリーのスロ、あの差し込む口から、SD カードを差し込んで、パソコンの中にデータを移せるかどうかとか、まあ、そういうふうなことも、できるようなものがないか、まあ、今日ちょっと探しに行こうとは思っています。だからもう3日ですから、もう明後日はもう法廷ですから。でも今日も晴山整骨院に来ていた人間は車のドアの音をバタン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 させていて、もう裁判前日までしっかりと寝ていなかったら、もう1日ぐらいだったら多少の睡眠不足でも、まあ、何とか乗り切れるわけじゃないですか。起こされたくもないですし、あと、まあ昨日、あきこさんの件で誤ったことが原因なのか、兵庫県知事の、斎藤さんの記事に合わせて、まあ、何年も前に僕は SD カードを送った時の、すごい不満を、前面に打ち明けての動画があるんですけども、まあ、半分は演技って言ったら変ですけども、半分は意図的に行ってるんですよ。だから、なんていうんですかね、どれぐらい嫌な思いしてるかっていう、怒ってるところを表現しなかったら、相手は嫌な思いをして怒ってるんだよっていうことが伝わらないわけじゃないですか。だからそれ込みの考えもさしか説明してたと思うんですよ、その動画で。だから一部分のその動画の内容の一部分だけを切り取って、もしかしたら国会議員の人たちとか百条委員会の人たちに見せて、その後のまあ本音もありますけども、もう意図して、これ本当はしたらダメだなっていうのは分かってましたけども、怒ってるっていうことを伝えたくて、こういうふうにしていますっていうことも、確か言ってたと思うんですよ。で、そのことを言ったから今日気温がここまで低下してるのか、今日はかなり涼しいです。今、室内気温が、昼間ですけども、28.8度で、まあ、外は曇り空で、今日も明け方がそうだったんですけども、すごく、冷え込んでいました。まあ、ベランダの戸とか開けて寝てるんですけども、もう扇風機もすぐ止めて、もう明け方ぐらいとかは、もう、急いで服着たりとかで、基本的に上半身裸とかで寝てますから、もう寒くて、だから、まあ、佳子ちゃんとは仲良くいたいし、結婚希望相手っていうところを固定し、それまでの経緯っていうのはしっかりとあって、で、だからその昨日の人物が、これよくわからないところがあるんですよ。本当に佳子さま当人だったからそうなのか、昨日の僕は動画での指摘していた内容なのかどうか、台風15号の件も含めてですよ。で、まあ、とにもかくにも一応風はこういうふうに、ある一定の部分、まあ、これ風吹いてる状態なんですけども、まあ、本当はカーテンこれぐらいですから。で、これ北風です。で、テレビの放送を見ると、基本的にこの間まで関東の方などは、あと大きな神社のある、天皇家の人たちが参拝しに行く三重県の方の、神社等に関しても、やっぱり大雨のその影響は出てる部分もあると思うんですけども、その被害状況のところ、昔のニュースとかを放送したりするのは本当にやめてほしいんですよ。どの程度のものなのかっていうところは全然わからなくなってしまいますので、考え方によっては、エネルギーの残存の問題って、それは国連が昔から発表している問題であって、それは世界中の政府上層部の人たちが理解をしているのであって、で、考え方によっては東京
都とか神奈川県とかの人口密集地帯の人たちにとっては涼しい日を過ごせると。でエアコンを、まあ商業施設ぐらいで、一般家庭なんかはあれだけ雨が降ってる日だったら、エアコンなんか使用しなくてもう窓を開けておくだけで十分じゃないですか、窓とかベランダを。だからエネルギーの消耗に関しては、うまくいってたりだとか、まあ、人口は密集地帯、まあ、本当の人口はまあ東京でまあ300万人ぐらいだろうなっていうところが、まあ僕の見込みなんですけど、もしかしたらもっと少ないかもしれません。まあ、神奈川県で200何十万人、その政府発表の数は全然違いますよ。東京で1000万人超えてますけども、絶対いません。それも土地の面積見ていただいたり、その前輪の地図とか見ていただいて、表札が入っているところだとか、あとは、他の地方とか行き来してる人間と、あと昔満州国とか朝鮮半島とか台湾とかを併合していたり、フィリピンとかインドネシアの一部を、まあ、占領していた時代とかがありましたから、その二重国籍とかになっていて、そのお互いの国の言語を話せる人たちがその日本の政府にも別の国の政府にもいらっしゃって、でまあ一応そういう人たちにお互い話してもらわなかったら、言語の翻訳ってものすごく難しいんですよ。でそういうような部分もあって、政府上層部になられたりしてます。だからユン大統領なんかは韓国の、日本語はすごく流暢に話されてますし、でまあ岸田さんと昔から会っていて、まあ、仲の良い友達であると。でまあ、台湾の蔡英文さんっていう方がいらっしゃいましたけども、まあ死っていう声が聞こえてきてるんですけど、それはコンピューター判断ですから、まあ一応こちらの方で本当の記録ということで、まあ言わせていただきたいんですが、多分州は株式会社の裁判の時のその裁判官として法廷に現れてくれた人が、日本名多分二重国籍の人だと思うんですよ。まあその議員になる時だけもう一つの国の国籍に直したりとか、日本の場合はその国会議員とかになろうと思ったら、その日本人としての国籍だけじゃないと無理なんですよ。外国籍の人はなれないんですよ、法律で言うと。だからその辺のところをうまく使い分けてるのか、だからまあそれを経験したことある人じゃなかったらその辺のところも分かりませんし、だからまあ話す内容ちょっとだいぶ長くなってしまいましたけども、まあ、もう昨日の件で僕の至らなかったところは、その佳子ちゃんの声がまあ ひどくかすれていた声で聞こえてるんですよ。でその後喋った時の「はい違います」に関してはそこまで声はかすれてなかったと思うんですよ。ただ言い方と声に関してはテレビに出てる時の、まあ幼稚園児とかに向かって話してる時の声と、他の記者会見の時の声とか、その女性も声が低くなってる時と高くなってる時があるじゃないですか、男性もそうですけども。だからそれによって声質は全然違うので、もうその顔が変わる話と相まって、そのはい違いますっていうその返答に関しても、声のことを言ってるのか何のことを言っていたのか当人なのかどうなのか、もうそれも分からないですし、もうまあ、こちらとしてはこちらの状況をお伝えしていて、まあ、皆さんにどう判断していただくか、まあ、昨日 その公開した動画に関しても電波で聞こえてきた、佳子さまの声に関してはそのまま裁判に出してと、その動画の内容、まあ、そういうふうにはお伝えはしています、されています。だから僕としてはその未来からの時間軸からの声掛けとかで、被災地の人たちが少しでも助かるのであれば、助かる方向で動くべきだと思ってますし、未来からの時間軸から自分から声を出したりとか、心
心の声とかで伝えたりとかはしています。だからどちらの方が正解なのかっていうところよくわからないんですよ。返答してきてくれる声によって地震の件分かったとか言ってくれてるんですけども、もしその去年じゃない、今年その能登半島に撮影しに行ったのも、そのそれがもしフェイクニュースで2023年に一応震度5ぐらいの地震が発生したと思うんです、石川県あたりで。いや、まあ、その石川県のその震度が5で、あれあの時能登半島の北の方で震度6でしたっけ。その時球場にいらっしゃった人が向こうの方では、震度6になってるとかそういうことを言ってるんですけど、その向こうの方っていう表現の仕方がこれは人によって違いますから、その能登半島の、珠洲市が震源地で震度6のことを言ってるのか、その今年の1月1日の件なのか。だから本当にテレビ局の情報一本化してその本当のことだけに、とにかく災害情報に関してしてもらわなかったら、もう対応のしようがなくなってきてしまうのと、昨日もその報道ステーションを見ながら、その料理、まあ、石川県でその料理を振る舞ってる、まあ、飲食店の懐石料理だと思うんですけども、そこの場面のところで、その淡井圭介ですって、そのもし1月1日が地震発生日じゃなかったとするのであれば、僕はその特に中心は珠洲市の隣の輪島市のその朝市のところの人たちに、まあその地震の発生する日付をフェイクを伝えてしまっていることになってしまっていますっていう言葉を届けたとき、それを聞いてくれてた方はやっぱりもう涙目になっていました。こちらがどういうふうな心境なのかっていうことをご理解してくれた部分もあると思いますし、これがその僕の日々の人生ですから、いろんなことにその対応を追われたり、もういろんなところでその心境複雑にもなるんですよ。だからそういったところも皆さんご理解していただきたいなと。そのなぜ朝から無理やり起こそうとするのか、その行為がいかに愚直なのかっていうことを、特に春山整骨院で車に来る人間、とにかくそれを覚えてください。で、警察の方からもそれ言っといてください。お願いします。本当にもう本当に、そこの春山整骨、もう一つの春山整骨院みたいに、もうそこはもう入り口封鎖されています。もうそうするべきだと思いますよ、そこの春山整骨院も。昔もそれをしてましたから、2000年ぐらいの頃。以上です。